どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。えー、今回はですね、ネットリテラシーを身につけようということで、ナミさんの方から動画を送っていただきました。いや私もね、このネットリテラシーっていうのをかなり解釈を広げて、そっか塾の中でね、シェアしてるわけなんですけども、例えばね、私が動画を撮ります。ある特定の A さんに向かって動画を撮ります。それは一般公開動画で撮っています。ね、億万長者合宿みたいなのありますよね。で、A さんに対して動画を撮る。 A さんから私に返信動画をという形でやり取りをしている動画があります。それに対してあ、あの、関係ない人というかね、他の視聴者さんからコメントが入ったり、お問い合わせが入ったりするんですよ。これがどういう状況かっていうとね、もちろん好意的なお問い合わせは私もそれを計算してね、こう、やり取りを一般公開しますので全然迷惑ではありません。しかしですね、お前らの言ってることは何だみたいな、ケチをつける人が横から出てくることがあるんですよ。 その人に対してどんなネットリテラシーを働かせればいいのかってことを今日はね、お話していこうかと思います。私の回答例なんですけども、この状況ってのは何を意味するかっていうと、例えばファミレスの中でね、お客さんいっぱいいますと。で、私と A さんが2人席に座ってこう対話をしてるんですよ。でこれがだから動画のやりとりと似たような状況です。で、そこでですね、周りの人にも ちょっと私の話、それから A さんとの話、この対話が聞こえちゃうんですよね。で、そこに対して、ファミレスとかだったら、こうね、テーブルのとこにわざわざやってきて、ちょっとすいません、それってどういうことなんですかっていうふうに、丁寧に聞く人に対しては、会話を止めて、あ、どうもどうも、これはね、こんな話をしてるんですよ。興味ありますっていうふうに話すことはあります。しかしですね、のしのしでやってきて、 お前らなんか勝手なこと言ってるけどさ、そんなんでうまくいくわけないじゃんってケチをつける人に対しては、どうしたんですか関係ないじゃないですか僕ら二人で話してるんですか向こう行ってくださいよ。ってなります。多分、皆さんもそうなるんじゃないですかね。で、私の考えてるネットリテラシーっていうのは、まあ、これとよく似ていて、例えばインターネット上でね、私が特定の誰かとはやり手をしてる時に、よそから何かね、まあ、好意的な、 アプローチだったらいいんですけども否定的なアプローチとかあと、アンチ的な人が来たらどう考えるかっていうといや、普通、ファミレスで誰かが喋ってるところにたまたま聞こえたからって言ってなんか、首突っ込んできますえ、そういう人なんですかいや、だったらちょっとコミュニケーション取るの私たちはちょっとやめたいんですけどっていう風に考えるしあと、動画のやり取りでだいたい横から何かね、言われるってことはコメント欄だと思うんですよだから、コメント欄に反応しないっていうことにしますねうん、それしかないかなと思います でコメント読まなければいいんだよそもそも <laughs> でも好意的なコメントにはちゃんとあの対応させてもらいますけどね、うん、要するにあの誰かを説得するために、うん、もしくはね論破するために口論でで勝つために何か、ね、時間を使おうっていうい気持ちは全くないんですよ、うん、さらに詳しく学びたい方には自分の考え方をね分かりやすいようにお伝えしますけども あの、矛盾点をついてきて、それをなんとかね、自分の納得いくようにしろっていう人に対しては、ちょっとね、関わる時間を私は持てない。そんな暇じゃないんで、それはもう自分で考えるか。自分の考えにね、納得できるようなことを話してる人を探しに行ってくださいっていう話ですよね。まあ、ですんで私もね、アンチに対していちいちこう、突、まあ、っかかったりしないんですよ。まあ、暇でもない限りね。たまにね、あの、取り上げたりもしますけども。だからアンチの方は、私に取り上げられるぐらいの、まあ、鋭いね、 ご指摘をいただければと思いますけどもなかなかねそういう方が出てこないんですよまあそれだったら仲良くやりましょうってことなんですけどねはいこれが私の考えるネットリテラシーですただ単に SNS を使ったりとか YouTube で発信したりとかねブログの記事を書いたりっていうのがネットリテラシーと言ってもいいんですけどもその向こうにある世界を私はネットリテラシーっていうふうにねそこも込みで考えてるかなっていうところでございますえそれではまた次回お会いしましょういってらっしゃい